ブラックバーン・ボータ・ブラックバーン B26 ・ボータ・ボータは、ブラックバーン社で生産され、第二次世界大戦初期に、イギリスの沿岸航空隊で使用された、偵察雷撃機である。ボータは三座総発の偵察県雷撃機として、ブラックバーン社で1935年から、設計開発が開始された。途中3座から4座に、使用変更されたが百三十六年末には、 設計段階でイギリス空軍から442機の発注を受けた。1938年末に1号機が初飛行し、1939年7月には量産機が空軍に納入され始めた。完成した実機はアスペクト比の小さな主翼の高翼創発で短い機種の片側のみに爆撃主要の窓が設けられるなど特徴の多い機体であった。しかし、 エンジンが馬力不足なことによって動きが鈍重かつ安定性が不足していたため実戦部隊では評判が悪かった。そのため実戦部隊においては一部隊で1940年の半年ほどの間に紹介任務に使用されたのみだった。戦地から引き上げられた後は訓練部隊で後方射撃訓練に用いられたがそれほど活躍しないまま1944年には 全機体液した。総生産機数は580機。1935年にイギリス空軍省から出された沿岸航空隊向けの偵察爆撃機の使用にはブラックバーン社とブリストル社が応募した。この使用に従ってブラックバーン社が開発したのがボータである。空軍省の要求としてはブリストルパーシューズ星型 850HP エンジンを装備した三座総発機で、 来撃の他に、戦術偵察機としても使用できることとなっていた。しかし、途中から使用が3座から4座に変更になり、機体を大型化する必要が出たため、使用通りのパーシューズエンジンでは、出力不足であることが明白となった。ブラックバーン社では、エンジンをより強力なブリストルトーラスに変更する、ことを要望したが、ボータに提供する余裕がないという理由で却下され、 結局パーシューズエンジンのまま開発されることになった。1936年末にはまだ開発中にも、かかわらず442機の量産機の発注が行われ、1938年末には原型機が完成、初飛行した。そして、1939年7月には量産第1号機が完成した。量産機ではエンジンは、 ブリストルパシューズ 1880HP となり若干パワーアップされている。機体はアスペクト比の小さな主翼の公翼双発で短い機種は片側のみ爆撃使用に窓が設けられていた。また操縦席後方の胴体の両側に偵察用に張り出した窓が設けられていた。尾翼は機体の規模に比べて背の高いものが装備されている。 武装は、機体の全部に固定機銃を持つ他に、胴体5上部に銃刀を備え、胴体内の爆弾層には魚雷もしくは爆弾を格納することができた。しかし、量産機においてパワーアップしたにもかかわらず、エンジンは馬力不足で雷撃、爆撃に用いるには動きが鈍重だった。また、機体設計のまずさにより飛行時の縦安定性が決定的に不足していた。 加えて、旋回重刀を操作すると、気流の乱れにより横揺れを起こすなど、ボータは実用機としては欠点が多すぎた。ボータは1940年の5月から12月の間に一部隊が北海上空の紹介飛行に使用したが非常に評判が悪く、すぐに内地の訓練飛行隊に回されることになった。訓練部隊では、後方や、 射撃訓練機として使用されたほか、連絡機としても少数が使われた。しかし、ここでも劣悪な操縦性が嫌われ評判はかんばしくなかった。結局、多くの機体は訓練部隊でも飛行することなく廃棄処分されたと言われている。訓練部隊においては1944年頃まで使用された。 総生産機数は580機で約670機が生産キャンセルされている。三面図。ありがとうございます。